アルバロが少しプレッシャーを感じて右サイドにボールを送りますが、酒井には通りませんでした。早いスタート、ネイマールに入ります。ネイマール対酒井のマッチアップ、今日は何度も見られています。酒井がついていく、切り返す、おお、読めた、読んでましたね、ちょっとわざと開けて閉めたって感じに見えましたね。はい、これは酒井にとっては一つ大きなプレーです。相当研究してますね、ネイマール。この後これ